いやー、いい温泉だな。素晴らしいね。木彫りの床ですよ。木彫りの床、床暖房で、なんとお手で洗うところが、なんていうの、手水っていうのかね、こういうので洗う。素晴らしいね。で、壁がちょっと凝った土壁風、こういう芸術的な。もう一つのお部屋が、はい、こちら広いお部屋です。こんな今畳、琉球畳かな、これは琉球畳風で、この中には先ほどお借りした、ものとかが入ってんのかな。あ、床入ってるね。よいしょ。テレビがあって、加湿器、ストーブもあるんだね。で、ガラス張りの向こうには、渓谷と竹林。いやー、このちょっとこれも豪華だね。すごいね。いやー、ありとあらゆるものが超豪華。ここを開けると洗面台、アミネティはエルメス。うわー、エルメスの、アミネティということです。ここは暑いんで気をつけてね、乾かすようになってるみたいです。うわ、クマモンがいた。素晴らしい。よいしょ。で、ここがベランダというか、まあバルコニーのスペース。今日は雨降ってますけども、まあそれがまたなんとも情緒豊かで趣があって素敵だね。ちょっと向こうには渓谷が見えて、よいしょ。ここのこういう感じで風呂、まあ石風呂があって、このすごいのはね、ここでなんと畳が光ってる。光る畳、全然濡れてでも大丈夫。そしてよいしょ、まあこの辺のジュース類は飲み放題ですね。うわ、よいしょ。戸を開けるとなんと渓流と竹林が見えますね。いや、見下ろすところが本当に爽やかな風が吹いてきて素晴らしい。
よいしょ、ここでちょっとこういう感じでね、ここでちょっと休憩しながらジュースも飲み放題、素晴らしい。でお湯加減も調整できて湯ぶつき、幸せじゃの。